ASP の林です。よろしくお願いいたします。こういった風景皆さん見られたことあるかと思うんですけれども、以前から畑でですねこういった農作物が捨てられています。でこれらは、実はですね最近言われているそのフードロスという部分には実はカテゴリーとしては入ってない部分です。それだけでも210万トンとかなりの量が捨てられています。でこのようにですね食べられるんですけれども捨てられている規格外品というものがたくさんあります。でこれらをですね加工して食品業にするこういったサービスを展開しています。で今まで、じゃあなんで使われてなかったかっていうところなんですけれども、どうしても加工して原料にするとコストが合わないですとか、経済性っていうところでなかなかこう実現できてないっていうところがありました。そこをですね加工コストをどうやって抑えて配送コストをどう抑えて保管のコストをどう抑えてっていうところでちゃんと利益が出る仕組みっていうものを考えています。でこのように上が出す側ですねで下が使う側というところであるんですけれどもただこれマッチングするだけではなくてその中にやはり一時加工して使いやすくするそういったことをやっています。でその中でも今回のタイトルになります新しい食物連鎖っていうのは今まで焼却処分してたものを飼料とか肥料にすることでもしくは原料にするっていうことでまた再利用するというこういう循環のモデルがこれからスタートします。でなぜこれができるかっていいますと4つのネットワークと保存を高める加工技術それから農産物の見える化この3つの特徴がございます。1つ目なんですけれどもこれはいろんな方が関わって農作物の流通というのは関わっているんですけれどもそれぞれの中のプレイヤーの方をネットワークして協力しながらこれを実現していきます。開発して集めてで加工して利用するところまでここのネットワークを作っています。でその次はですね2つ目なんですけれどもカビを抑えて保存性を高めるという部分と加工してまたさらに日持ちする部分原料という形に加工していきます。でその次はこれ今までどこでどういったものが未利用のものとして発生しているのかっていうのがデータとして実は把握されてなかったんですね。これを把握していきます。これによって実現をしていきます。でそもそも日本ではもったいないっていう文化で無駄にしないっていうところがありました。でそれに加えまして実は機能性のある成分のものが実はたくさんあるっていうことが最近分かってきています。なのでただ経済性だけじゃなくてただ安く使えるようにするんじゃなくて付加価値の高いものこういったものをどんどん作っていきたいというふうに思っています。で最後にですけれども大阪万博に向けましてこのアグリとフードヘルスケアエコというですねこの4つのテクノロジーとサービスでこの SDGs が実際に体験できるイノベーションの場というものを企画しております。例えば伝統産業の中に藍染めっていうものがあるんですけれども実はそこの藍染めの藍っていうものの中に抗菌作用があったりとかそういったところでコロナに効いたりとか歯周病の予防に効いたりとかそういったものがあります。だから今まで食品ではなくて未利用だったも過食されてなかったものでもですね実はいろんな要素があって、いろんな発展があるというふうに考えております。2025年に向けて、よろしくお願いいたします。